大型の鉄隕石を食ったヘドライトの移動シュ鉄点。構造鉄隕石は鉄ニッケル合金からなる隕石である。隕鉄とも言う。分化した小惑星の金属核が起源と考えられている。なお、これに対し、マントルが石鉄隕石、地殻がエーコンドライトとなる。鉱物的には、ニッケルに乏しいカマサイトとニッケルに富んだテイナイトからなる。このか。 黄岩ものもあり、鉄鉱物のトロイライト、シュライバーサイト 3P、コーヘナイト 3C が代表的である。軽い鉱物である石木、ダイヤモンド、計算円鉱物を含むこともある。計算仕様の比率が高くなると、石種鉄隕石に分類される。風化に強いため、古い鉄隕石も比較的良い状態で見つかる。発見された中で最大のホバ隕石をはじめ、 最大級の隕石はいずれも鉄隕石である。構造によりヘキサヘドライト H、オクタヘドライト O、アタキサイト D に大きく分けられる。構造の違いはニッケル含有比を反映している。ヘキサヘドライトはニッケル比が4.56.5%でカマサイトからなる。断面にはノイマンラインが見える。オクタヘドライトはニッケル比が6.53%で カマサイトとテイナイトの混合物である。カマサイトとテイナイトは小八面テ構造を作るため、断面にはウィドマンシュ鉄点構造が現れる。オクターヘドライトはウィドマンシュ鉄点構造のバンドの幅により、再素流、素流、中流、再流、再細流、プレスティックに分類される。大まかに言ってニッケルが少ないほど荒粒になる。アタキサイトは、 ニッケル比が13%以上で、低内と微量のカマサイトの最流混合物、つまり、プレスサイトからなる。内部には顕著な構造がなく、肉眼での判別は難しい。構造的分類とは別に、微量元素も考慮した科学的分類がある。鉄隕石の87%は、元素比が、ほぼ等しい十数の科学的グループに分類されており、 これらは鉄隕石の母天体に対応していると推測されている。これらは当初 i4 の4つに分けられていたが IA、IB などに細分され、その後一部が再統合され、イア部などとなっている。金属の精錬技術を持たなかった時代あるいは地域の人々は陰鉄を貴重な金属として道具に使っていた。 天からもたらされた物質であることが知られると宗教的な意味づけが加わり、珍重されることもあった。現代では、もっぱら隕石としての博物学的な価値があるのみで、ある。古代の西アジアや中国では、鉄使用の初期の頃、陰鉄を利用したが、量が限られたため、青銅に代わって、鉄器が主流となることはなかった。ありがとうございます。